はい、今回はキャンピングカーの LP ガスをカセットガスに変換するカセットガスアダプター。今日は、2023年の7月26日。このキャンピングカーでは、冷蔵庫と、コンロと、あとボイラーですね。温水シャワーにするボイラーが、LP ガス、ガスボンベを、積んでいたんですけど、ガスボンベに、ガスを補充するのは、今ちょっと時代的にも、あまり、こう、使い勝手がいいっていうわけではないので、カセットガス本当1本100円、まあ、最近ちょっとコロナ明けで物価が上がってしまって1本200円ぐらいになってるんですけど、まあ、まあ1本200円弱で、コンビニとか、まあ、その辺ですぐ手に入るカセットガスに変換すると、このキャンピングカーは、購入した当時からカセットガスに変換して使っていました。それがこちらです。じゃじゃーん。カセットガス上がった。で、ここに、カセットガスをこう4本つけて、使っていたんですけど、これが、実はちょっと、1、2個ちょっとガス漏れするようになっちゃって、それで以前動画で、これの修理できる人を、教えてくださいみたいな。修理の方法があったら教えてくださいみたいな、動画を出しました。で、その時ちょっとあんまりこの情報、いい情報を、得られなかったんですけど、すごい これ作りがシンプルなんで、簡単に、知ってる人だったら簡単に直せるんじゃないかなと思っていたんですけど、これがね、実は高くて、これ2万5千ぐらいするので、まあ、直せるんだったら直して使った方がいいなっていうことで、ちょっとそういう情報を、募集したんですけど、ちょっといい情報はなく、どうしようかなと思っているときに、まあ、あんまりそのキャンピングカーを使わなくなってしまっていたので、まあ、そのまま放置していたんですけど、最近やっぱりまたキャンピングカーで遊ぼうと思って、これを直そうと思って、こう、ちょっと知り合いのこういうなんか、こういうのに得意そうな人にちょっと見てもらいました。見てもらったら、まあ、直せるみたいなことは言われたんですけど、その時に、ちょっと僕もまたネットで調べたら、これ2万5000、5、6000円で、これ多分1個しか、なかったものが、今、めちゃくちゃ安くなっていて、3500円ぐらいでありました。これ多分、これを作ってるメーカーが、まあ、1個しかないので結構殿様営業してたんだろうなっていう感じで、本当作りはめちゃくちゃ簡単なんですけど、うん、これが2万5000円だったんですけど、3500円ぐらいで新しいのが出てたので、まあ、早速購入してみました。それが、じゃじゃん、キャンピングムーンの、やつです。で、これが今、今日届いたんですけど、これ今開けまーす。はい。で、これが、これ接続する、接続部分の、まあ、金具。プラス、これですね。これ、開けます。じゃじゃーん。はい、これ。これ3つタイプですね。3つタイプ。これの3つタイプ。これが3500円なので、これを、あ、そうですね。これと、金具も一緒になっていて、え？あ、多分、あ、そうですね。これ、開けて、開けて、買ったんですね。はい。これでいいのかな？ちょっと回んない。いいのかな？これ。はい。できました。これちょっと、こうのもいいのかな？こう。あ、ちょっと、こう。で、これが、これです。
でこれをこのガス調整器につけるということで、たった3500円でこの2万5000円のやつが買い替えできてしまうっていう感じになりました。でこの調整器なんですけど、この調整器もこのまま、これを使うことはできるんですけど、これもこのキャンピングカーを購入した時なので、もう 7,8 年前ぐらい、7、8年前ぐらいのもので、結構こうサビとかも出ているので、これももう今回いい機会なので買い替えようと思って、買いました、これが今日届いたんですけど、これもあれあげます。これは納品ショットね、納品ショットよいしょ。はい、ガスの調整器、これはこれ楽天市場で5000円、送料4500円で、送料500円で、5000円ぐらい、ちょうど5000円ぐらいで買いました。はい、あ、一緒っすね、これ多分同じ、カツラ、うん、多分これ全く一緒のだと思います、うん、でこうですね、これをこれを、接続します。おそらく、あ、こちらに違うか、あ、いいんだよね、あれ合わない。マジか。ちょっと待って。あ、大丈夫かな。合わない。マジか。違うか。あ、いいのか、いいのか。合いませんでした。マジか、これマジっすか、これは失敗しちゃった。もしかしてこれ金具なしとかで行くわけがないですね。はい、すいません、これ合いませんでしたね。うわー、もうなんか合いそうなんですけど、まあでも多分これ金具を買えば合うのかな。うわ、失敗した。これ合うものだと思ったんですね、これ一定というか合わなかった。これでも多分金具をまたこれ合うような金具を買えばいけると思うので、ちょっとこれ詳しい人に聞いて見ようと思います。失敗してしまいましたが、今回は以上になります。はい、いやー合わないかと思ってちょっといじってたらハマりました。すいません、これ普通にあのネジを簡単、単純にこうグッと回してすぐこうパッとこう収まるっていう感じのネジじゃなかったですね。だからこれもあるので、ちょっと回し方がなんかわかんないですけど、普通には入んなかったんですけど、なんかこういじってたらグッとこう入って、もう完璧、これ合いました。はいはい、だから成功ですね、これ2万5000円のこれが、8500円で完成しました。まあ1本少ないは少ないんですけど、まあ、新しくなって、8500円なので、まあ、今後はもしこれ壊れたら3500円でこれだけ買い替えればいいので、本当良、うん、かったです。じゃあちょっとこれを実際に使ってみようと思います。じゃーん、これ僕昔買ってたやつですね。昔めっちゃ買ってて、
キャンピングカー全盛期に、あ、全盛期っていうのは自分が使っている全盛期に、これを、3本入りを40セットぐらい買って、こういうの、これって劣化しないみたいなので、家にずっと置いてたんですけど、キャンピングカーはあまり使わなくなって2年ぐらい、2年以上経つんですけど、もうストックがずっと残っていて、これ3本で、260円とか、もう1本100円切ってたんですけど、今はもうね、あのコロナ明けで物価も高くなって、これ3本で500円ぐらい、うん、2倍ぐらいになってますね。はい。で、このストックもね、結構最近これ使ってて、もうこれがラストです。はい。で、これですね、これに、つけると。つけます。つけてみます。これ初めて。あ、これ良さそうだな。っていうと、やばい、こっちから出てる、危ねえ、こっちから出てますね。あのつけるとこっちから出るので、ちょっとこのアダプターを、はい、これジョイントをここつけました。これは、元からキャンカーについて、キャンカーの LP ガスの時についていたやつですね。で、多分これストッパーになるはずなので、これで、つけてみます。おぉ、もういいっすね。うん。止まってますね。うん、うん、うん。ガス漏れがない。よっしゃ、着きました。うん、ガス漏れがありません。これ、いいっすね。じゃあ実際にこれをキャンピングカーに装着して、使用してみます。収まりました。おお、はいはい、今コンロ、ガスコンロ、これ見えるかな、火ついてます。ちょっとカメラ切り替えます。はい、ガスコンロ、火今ちょっと見えにくいんですけど、火ついてます。ということはガスがしっかり、あの器具がしっかり使えている証拠ですね。はい、というわけで、ガスアダプターの買い替えに大成功してしまいました。この、カリフォルニアパティオの4面の高いやつ、これ2万5000円ぐらいするんですけど、これから、ここだけで言えば、キャンピングムーンのやつ、アマゾンで3600円ぐらいで購入できました。で、実際ここ、この調整器も、使えるので、これをまだ使えるので3600円で買い替えには成功したんですけど、僕のこの調整器はもう7、8年使っているので、まあ、ちょっとここも新しくしようということで、ここも購入したので、この調整器自体は5000円で、この下のアダプター部分が3600円なので、合計8600円で、これを新しくすることができました。だいぶ、半額以下ですね。半額以下で成功、買い替えに成功しました。で、実際に、コンロは先ほどつきましたし、今は、この3ウェイ冷蔵庫、これガスでもつけれるんですけど、ガスで、今冷やしている状態です。はい。これ、作動はしたので、あとはちょっと時間、何時間か経ってちゃんと冷えてるかどうかを確認して、見たいと思います。はい、すごいですね。もう大成功。これは嬉しいですね。たった8600円。しかも、それは調整器付きなので、もし、また、この部分が壊れてしまったとかなったら、また3500円 ?5、600円で、買い替えができるってことで、これはすごい、良かったです。